はい、アンディです。今回は銀閣寺に来ております。ゴールデンウィークのど真ん中ということでめちゃくちゃ人が多いです。いやすごい。今回も関さんとフォトワークということで、今回はちょっと人が多いのであまり企画できない感じなので撮った写真をそれぞれ後でいただいて、Q2 と富士の比較みたいな感じで入れていこうかなと思います。めちゃめちゃいい感じ撮れます。楽しみですねこの光と影の感じはめちゃいいですね。でもね、今日はいや本当にすっごい緑が映える緑映えがすごい。いや本当に、でも意外と絵代わりしてないっていうずっと緑なんです。いやかっこいい、渋いんですよね、ほんとこのお寺。昔から好きだったの思い出したな。上からね、見下ろす銀閣もいいですからね。もうでも20年以上前の記憶だけど確かに13比べるといいなっていうのはあるんですけど、動画のシネマモードとか。でもなんかもうカメラこっちあるし、あんまほっと足りちゃってるんですよね。現像ほぼしなくていいなって感じになる。すごい。何だ作ったの。本当に。どちら？鎌倉じゃない、室町。あ、室町ですね。1300年代ってことですか。三代目でしたっけ。あれ？金閣作ったの誰だっけ。金閣は。金閣が吉光？吉光か。吉光正かこっち。六代目。六代目。オールカットただ歩いてるだけの絵になる。あ、来た来た。これっすね、これっすね。70までいけるんでしょうか。まあ、55なんで換算70なんですね。75、80ぐらいいける。そう、80弱ぐらい。あ、だとあれとかはかなりいい感じに寄れる。そうですね、これぐらいは。ああ、いや、いいな。ちょっと後で光ってみる。ちなみに Q2 だとこういう時で、ね、Q2 が 28mm なのがね、ちょっと弱点になるっていう。ああ、なるほど。めっちゃ遠ってなる。
クロップして、75ミリクロップという超強引なこの、わかります？この四角の中が75ミリなんですけど、ここまで寄れる、寄れるっていうのかな、これ。見えるかな、これで75クロップ。おお。結構いけるんですけど、まあでも SNS に出すのが限界って感じ。